さて、こんにちは、エノです。今回もね、This of Mine 遊んでいきましょう。で、今日が9日目かな？コンティニュー。Day 9。で、マルコさんが無事に帰ってきたとこからですね。はい。で、これだけの物資を集めて帰ってきました。まあね、今回は食料がメインでしたね。で、ベリーハングリーでタイヤードなんで、ちょっと休んでてもらおう。で、グッドクックのおじさんにちょっと食材を取ってきてもらって、で、マーリンさん今どこにいんのこれ。寝てんのか。アップグレードできんのかなこれ。まだかな。まだか。多分まだですね。まだか。なかなかまだだね。まあ今回は食料メインでしたからね。で、肉と野菜が2個でしょ。野菜がもうそうか、切れてるから、野菜は切れかけてるから、家庭菜園作んないといけないのか。じゃないと野菜が作れないですもんね。あと缶詰でしょ。そっかそっか。そういう問題も出てくるのか。4人いるので、空腹を満たすためには2セット作んないといけないんですよ、食事を。2セット作るためには水もいるし、燃料か。燃料はまあ本が、じいちゃんばあちゃんの家から本をね、持ってきたんで、メイクでしょ。We need to find food. そうだね、ご飯を見つけないことにはまずいもんな。で、マルコさんがタイヤードなんですけど、ちょっと待って。マルコさん、ご飯一回食べてから、ちょっと待って。これまだご飯作ってなかったのか。あれが完成したのか。まずいな、こっから食料問題がなんか顕著になってきそうですね。気温は19度で安定してる。なんだ？希望を失うな。マルコさんが回復したら、缶詰をあげましょう、彼に。お、回復したみたいですね。早いな。で、ツールおじさん。ツールのひげもじゃおじさんに何か作ってもらおう。家庭菜園。家庭菜園ってどうやって作るんだろう。これ、ハーブなんでね、ハーブとは多分若干違うと思うんですよ。ハーバルガーデンなんで。家庭菜園ってどうやって作るの？ハーバルガーデンでしょ？ハーバルガーデンは野菜とは違いますからね、多分。あ、そうそう。ロックピックとバールを作ろうって言ってたんだ。待って、これ、8個もいるの？難しいなぁ。あと、ソーブレードも作りたいしね。ここに来てなかなか、切羽詰まってきましたね。ロックピック2個と、あとバール1個作っときましょうか。くそ、前回ちゃんとあれ持ってけばよかったな。ロックピックとかバール。
出ないとこういうことになるんですね。1日行動するとみんながこうお腹空いたりするんで、行動するんであればちゃんとそれなりのこう見返りのあるものを得て帰ってこないと意味がないっていう。で、ちょっと待って、何しようとしてたんだっけ。4人ね、同じとこに固まってるとね、なんか見にくいんですよね。誰が誰だか分かんないし。この人寝てていいよ。ブルーノさん。で、この人も寝てていいよ。ハングリー。さあ、これで、バールのようなものと、ロックピックがね、2個できたわけなんですけども、この食事どころもこれアップグレードした方がいいんだろうな。食事どころがまずアップグレードできないと、みんな死んじゃいますからね。あと、家庭菜園か。家庭菜園の作り方がまだよくわかんないんで、家庭菜園どうやって作るんだろう。ここにはないもんね、当然。あと、ソーブレードだから、ウェポンパーツが1個ないといけないんだね。ウェポンパーツ。そう、家庭菜園のね、作り方が分かんないんですよ。ストーブ持ってるんでしょ？ハーバルガーデン。あ、なんか分かったぞ、多分。ハーバルガーデンをこれアップグレードできるのかな？もしかすると。多分そうだと思うんですよ。Using fertilizer, we can grow some herbs here and use them to make medication or cheap cigarettes. まあ、医療行為ができたりとか、あと、まあ、ちょっとしたタバコが作れると。あ、で、書いてある。最後に書いてあるわ。We can improve it to grow vegetables。 なんで、これ大事だな。これか。木がめちゃくちゃいっぱいいるよ、これ。大丈夫か、これ。これもちょっとメモっときましょう。野菜。なるほど、なるほど。これ結構きついな。なんで今後の目標はとりあえずこのハーバルガーデンを作ること。武器云々よりやっぱり生きることが先決なので、ハーバルガーデンですね。これ作っていこう。ん？誰か来た。なんだ？アイスインク。二人組が来たよ。なんだこいつら。Please listen to me. 話を聞いてくれ。何でしょう。We live several blocks from here. いくつかのブロックの行ったところに住んでると。アメリカとか海外はブロック制ですからね。いくつかの区画を超えたところに住んでると。We saw that you took refuge in this building. And since we are supposed to be neighbors, we decided to Pay you a visit and say hello. ええー、野菜をくれるんだ。I can give you 5野菜。ちょっと待ってね。これ誰か連れて行かれることになるのかな？そしたらこいつ、この、ちょっと待って、このおじさんここ来て。起きろ。走れ。サッカー選手走れ。ここに来い。で、イエスですね。野菜もくれたんだ。すごいな。なんか挨拶するだけで野菜をくれるなんていう天使のような人がこの世界にいたの？
あとですね、ここの壁を強化する、これも作りたいんですけどね、これも鉢使うのか。だったらまず野菜ガーデン作った方がいいんだろうな。という感じですかね。まあ、これで1日が終わりだと。で、じいちゃんばあちゃんの家にね、もう一回行きます。で、完全にあの家を潰していきます。100%にしてしまえば、もう訪れる必要がなくなるんで、じゃないと。今何パーセントなんだろう。95%か。ってことは残り5%の物資しかないってことですね。スカベンジ。誰かに警備してもらおうかな。この人でいいや。で、クワイエットハウスに行きましょうか。アバンドンのコテージ、まだ47%なんで、半分以上あるんですね。で、プリペア。バールとロックピック一応2個持ってきます。これで行きましょう。で、おそらく人いないよね。人いないと思うんですけど、まあ、一応このナイフ持っていこうかな。まあ、この家はね、もうだいぶ、見知った家ですからね。待って。ロックピックかもしくはバールでこうぶっ壊せると。どっちが重要なんだろうな。バールでいっか。で、バールでやると音が鳴るし、この音の波紋が広いんですね。なんで、敵にバレやすいと。さあ、何がある？何がある？いいもんあって。これはダイヤモンドか。ダイヤを隠していたか、じいちゃんばあちゃん。こっちも微妙だな。今回ぶっちゃけ微妙ですね。これ気になるんですよね。ここの裏に何かあんのかな？それともただの出口なのかっていう。何かあるの？手のマークとかこれ表示されないんですよね。多分ただの出口かな、これ。というわけで、出てきましょう。ラントイグジット。これでおそらくね、ここ100%になったと思います。ちょっと待って、一応確認しとこうか。なんかなってなかったらやだな。2階も一応確認しとこうか。で、何もないよね。何もないね。これ手紙だもんね。ないですね。OK。さあ、ようやく10日目か。これで。ようやく10日目か。マルコイズバック。で、デイ10ですね。なんだ？ We've been raided. ちょっと待って。弾持ってかれたの？マジか。せっかく交換した弾が盗まれたのか。マジか。これね、なんか、ロードし直すとね、結果変わるみたいですね。盗まれなかったりとかね、前に一回だけちょっと試してみたんですけど、盗まれなかったはずなのに盗まれたことになったりとか、確かしてたと思うんですけど、まあ、とりあえず今回、弾丸3発盗まれたということで。で、これにて、9日目ですね、が終了という感じになります。次回はね、どうしよう。まあ、別のロケーションを探検しに行こうかな。できれば、ソーブレード、チェーンソーブレードを早めに作って、学校とかね、その他のロケーションにもっと行きたいっていう感じがあるんで、まあそこら辺をね、攻めていけたらいいかなと思っております。というわけで今回はこの辺で、よかったらですね、コメント、高評価とチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではね、また次の動画で10日目でお会いいたしましょう。ではでは。